これはどうなんだ？いけんのか？いける気が全くもってしないんですが。だってミュウツーは絶対出るでしょ？フリーだからさ、こういうのも出てくんだよね。伝説中ってやつだね。ライコーとはさっき、そう、うち、電気があんまね、強くないんで、ミュウツーは出るとして、これメガでしょ、どうせ。で、どうすっかね、これで勝てたら結構すごいよね。勝てる気しないんだけど。どうすっかな。エスパーか。マニューラ出したいね。って言っても、エンテもホウオウもいるし、スイ君あれだよね、きっと。レードかな。初手どうする？シャンデラで様子見る？シャンデラ、あ、でもスイ君来たら困るか。スイ君、スイ君。スイ君誰で打つ？スイ君どうする？スイ君誰で打てばいいんだ？ゴリ押すしかないかも、そんなこと言ったら。とりあえず、デラさんで様子見て、マニューラは外せないよな。いやー、微妙だな。エスパーか。どうするかな。この場に任せるか。よし、これ行こう。さあ、行きましょう。果たしてこのパーティーで打てるのか。いや、まさかミュウツーと対峙すると思ってなかったな。さあ、デラ。ミュウツーいきなり来た、ミュウツー。初めて見た、ミュウツーって、こういう場所で。へえ、こんなフォルムしてんだね。とりあえず、まあ来ると思ったけど。X ってどっち？あー、こっちの方か。ごつくなる方か。Y の方があれなんだね。じゃあ、あれだ。フリーザみたいになるやつか。よし、OK。とりあえず、弱らせてくれればいいや、こいつは。で、食べ残し。今のダメージ量だったらもう一発再起念は耐えるんだけど、耐えてどうする？シャドボマー気持ち程度に入れとこう。スズメの涙程度に入れとこう。あー、耐えなかったか。まあ、変えたところだもんな。さあ、もうここはマニューラに何とかしてもらうしかないな。マニューラ。さあ、畑落としたところでな、無駄かもしんないけど。再起念の代わりに何言ってくるかね。火炎放射とか格闘技はないと思うんで、一回待ってみよっか。 S 分かってるね。もうなんか初心者のくせにさ、なんかこういう S とかっていう言葉を使っていいのか。持ってたー格闘持ってたえ、ミュウツーに、いわくだけ覚えさせてんのか。意外なんだけど。マジか。ミュウツーに？マジか。サイキネとイワクダキか。どうするか、オンちゃん。オンちゃん、どうするこれ。とりあえず前歯打っとく？打って。で、これはいいでしょ？入らない。なんで曰くだけ打ってきた？あ、多分これで落ちるね。よし、オッケー、ミュウツー落とした。さすがミュウツー。さあ、ミュウツー落としたんだけど、ほうか。すげえな。よく連れてきたね。って思っちゃうんだけど。ほうって、どうなんだ？さっぱりもってわかんねえぞ、伝説系のポケモンなんか。出てくること前提にしてないもんな。聖なる炎。炎技かな？
持ってるくせに分かんねえや。あ、焼け取ったよ。きついね。どうすっかな。バック音波やりのせいならこの打たれーの、やけどで死ぬね。ちょっと休むか。やけどが痛いな。大文字か。なぜ初めからそれを打たなかった。あ、効かないからか。聖なる炎の方がダメージ量はあんのか。一旦は耐えるね。どんぐらい入るかな。ドン。うーわ、勝って勝ってえな。もう一発怒りでもよかったか。ここはちょっと地味だけど回復させてください。くそ、ゴツメが意味ねえんだよな。もう一発耐えるね。吸収が来ない限り耐えるんで、バーク音波入れるか前歯どっちがいいかな。バーク音波でいっか。後続のことを考えると多分鳳凰を出してきたってことは多分レッグーザが来そうな予感がするんだけど、あっちいな。よく頑張ってるよこの子は。この子はよく頑張ってるよ。頑張っておくれ。せやなら炎。大体さ、こういう、なんだ、伝説のポケモンの PP ってそんな高くないはずだから、切れそうな気がするんだよね。ちょっとせこいやり方だけど、しょうがないんだって、こっち伝説なんかいないもん。とりあえず、OK。休ませながら、向こうからしたら嫌だろうな。よし、外した !OK。よし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 。これは儲けもんだ。で、バックオンパラ落とす。込めなかった。オッケー。でレッグーザが来たらどうするかな。多分レッグーザだと思うんですけど、って言ってスイ君だったら笑いもんだよね。来たレッグーザ。どうすっかね。ここで流星群打って落とせるからね。落として頼む。よいしょ。うおー、マジか。残った残った。あー、そうですか。お堅いですよね。あー、さよなら。あー、どっちにしろダメだったか。くそー、ミュウツーが痛かったな。いやー、検討はしたつもりだったんだけどな。さて、なんか見慣れないものも何体かいるんですが、なんかこんなのいたねみたいな感じなんだけど、さて、ビッグインに、なんかウツボいるね。使ったことないけど、なんか面白いメンバーだね。へえ。さて、ゴドラか、多分、どっちか来んだろうな、メガは。どうすっかね。ドラゴンか。まあ、どっちにしろ、シートは欲しいか。トリトドン出したいね。全然ね、出番がないからね。出したいけれどもだ。いや、ハマちゃんの方がいいか。なんだかんだ言ってハマちゃん出ずっぱりだな。
ハマちゃんらしいの。うん、プチートは確定でしょ。で、オンバーンは出す意味ない。いやーでもドラゴン、あーでもプチートいるか。ニューラさんかな。ニューラさんかな。お願いします。さて、どっちが来るかね、メガさんは。あ、来た、ウツボ。そっちで来たか。俺こいつに関しては全然わかんねえぞ。とりあえず腹を破る。ハンテールって何してくんの。攻撃が上げてくる素早さ。まあ上げてもいいけど、まあドンマイ。ドンマイ。まあ多分このハマちゃんよりね遅いモンスターってなかなかいないと思うんだけど。戦闘いただきますぜ。オッケー、ナイス急所もらいました。何気にねハマちゃんは特攻高いからね。さ、誰で来る誰で来る。おう、お、色地だ。へえ、釣れたりつってこうなるんだ。へえ、金ピカだ。じゃあレイビリいただきましょうか。メガ進化すんのかな。あれ、してこない。タスキ、いや違う、なんだなんだ。へえ、まあでも色違い見れたからよかったわ。さあ最後なんだ、ゴドラ。ん、あ、球根だ。球根か。あ、まあこれはもう悪いけど、熱湯で。あ、なんかこっちの球根見んの久々だな。アフロラ地方の球根ばっか見てたから。あ、耐えた。ソラビー、マジか。あいやソラビーを持ってましたか。だけど耐えるんですね。玉か、玉でっか。じゃ、すいませんね。これぞうちのハマちゃんのトリックルームの力よ。どうもありがとうございました。うん、順調。対戦お願いします。またチルタリスがいるね。なんかめんどくさそうなやつが多いな。嫌いなやつが多いぞ。さて誰で行くか。鋼もいるし、まあめんどくさいね。これはめんどくさいぞ。さあどうすっかな。まあ、とりあえずトドン出しとくか。もうかわいそうだから出してあげよう。かわいそうだから出してあげるっていうのもさ、ひどい話なんだけど。メガだからね、多分チルタリスが来るんじゃないかなと。さっきのチルタリスは結局何を持ってたのかわかんないけど、どうしますかね。ゴーストを出す意味ないよね。クチートか。もうクチート安定だな。どっち出すか。まあニューラ。いやーでも氷で行く必要ある。どうすっかね。
まあ、いっか。ちょっとオンバーン出すぎな気がする。好きなポケモンだから出したくなるんだよな。さあ、行きましょう。慣れてくるかね。ウィンディあたりがいいな。おお、まさかの、まさかのウィンディ。ありがたい。さあ行こうぜ。まあ、攻撃を下げられたところで。多分変えてくるよね。変えてくるから、慣れてくるかな。いや、デンチュラはないだろうし。変えてくるとしたら何で変えてくるかな。テシードか。テシードか、ピヨンに変えてくるか。ここはじゃあ、安定でレイビにしとくか。あ、変えてこなかった。マジか。マジか。くそ、突っ張ればよかった。ざけんなし。あ、そういうことか。オエルは読んでなかったな。よりにもやってクチートかい。食べ残しか。変えたところで吠える。変えたところで意味ないな。吠えるされたら意味ないもんな。無限ループ入るよね。どうすっかな。じゃあレッツくか。一か八か。大文字来て、果たしてこの子が耐えてくれるか。無理だと思うんだけど。あ、ドライブか。よし、オッケー、よく耐えた。けど、やけど。この子、やけど耐性ないな。よくやけどるね。やっぱ効かないよね。そっか。フェアリーって炎に効かねえんだっけ。ああ。忘れてた。忘れてた。って言っても、畑落とすや、ああ、そっか。畑落とせばよかったのか。ああ、もう一回フレアドライブ使ってくるかな。あ、引っ込めた。これはラッキーなのか。ほう。ミロカロス。まあ、たまたまだけど。とりあえず落とす。突撃チョッキ。直帰ですか。特に残しとく意味ないよね。もうこうなっちゃうとね。さて、どうしますかね。ミロカロスか。氷を持って来られると怖いんだけど、三浦で何とかしてもらう？三浦で何とかしてもらおっか。どうすっかね。出しといてあれだけどさ。まあ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 。マジか。熱湯ってそんなに焼けどるか。ちょっとマジか。あれ確定だっけ。そんなことなかったよな。熱湯って交換でウィンディが来られても多分ケタグリは結構入るはずだけど、どうだろうね。ミロカロス捨ててくるかな。取っとく意味ある？ないよね。くそー、やけどが痛いんだけど、なんでこんな入んの。どっちかな、ウィンディーか、もう一体か。もう一体なんだろう。ここはもう待ってる余裕がないので、どっちがいいかな。ケタグリか、畑落とすか、どっちがいいかな。
ウィンディーって重いの？いやでも食べ残しのこと考えるんであれば、落として次につなげたいけど、次がトリトドンだから水でいけるよね。あー、新速か。考えるだけ無駄だったね。いいね、勉強になるね。そっか、ウィンディ新速持ってんだ、忘れてたな。さあラスト、相性的には勝ってるんだけど、後続が何が来るかだね。まあ多分チルタリスがいるんだろうけど、ここはじゃあ大地の力で。耐えるよね。うん、これはまあいいでしょう。オッケーオッケー。で終わるかな。よし、オッケー。やっと一体か。恐ろしいな。あ、違うか、これがラスイチか。そっかそっか、もうダメだ、こんがらがってる。さあメガ進化の霊火で死ぬっていう流れがもう予想できるんですが、じゃあこっちも、あー、待って、自己再生しても意味ないか、霊火で。先生の爪、先生の爪、ダメか。あ、進化しない。じゃあこいつ何持ってんだ。もう完全にチルタリスって進化するものだと思ってんだけど。霊火が、おし、まさかの逆転。やったあ、そうですか、サイですか。よかったよかった、よかったよかった。